第9話、俺と春馬と二三が鼻すすってる間に台が過ぎていく。イカとコンビーフ、春馬に舐められてるんだ。じゃあもっと強くなってランキング1になるぞ。また行くのか。じゃあまずどうにかする方法を考えようよ。レベル上げようよ。やっと気づいたか、頭の悪いやつめ。渋谷に行けばいいのか。あれ、普通に渋谷になってるぞ。どういうことだ。行き先が渋谷になってる。どこに行けば会えるんだ、春馬に。ずっと上向いてる人がいる。クエストがあるぞ。あー、こいつか。持ってるよ、持ってるけど。まだあるのか。お金いっぱいです。エスパニョール坂、すごい名前だ。来たか、春馬とばったりか。光った、いい匂い。あれを見ろ、あれ。またやつか。また来るのか。いちゃ悪いのか。またバス停とか。行くぞ。で、なんで雑魚敵が出てくるんだよ。その仕様が意味不明なんだけど。うわあ、岩に挟まって味方に当たってない。当たれ当たれ、当たった。カスカスンカスン。マジか。しかも中途半端なところ。この辺なら大丈夫だよ。やばい。お、バリアあった。当たらない。当たってくれ、当たってくれよ。もういいよ。どうせ当たっても、あ、ダメージ受ける、ダメージ、マジ、いて、いて、いて。倒し終わったんだから止まってくれよ。女の子でも可愛いとは思わなかった。残念。カンカカカン、全然効かないし。行ってこい。ソフトアップ、倒しきれていない。この辺ではコンコンコンという感じだ。よし、来た来た来た。計算通り。計算通り。火力の低さだけが計算外だった。あれ、倒しきれない、倒しきれない、倒しきれてない。まあいいや、攻撃はしてこない。あれ、してきた。
ボスまだ？ボスプープー、まだプープーならない。敵強くないしかも。どうなってんだよ。敵強いよ。痛いし。カンカン。こいつは弱いだろ。ただのビームじゃなかったっけ。あさってビーム、あさってじゃなかった。お、倒した倒した。そろそろボス戦だろ。しかも20ターンだから逃げるぞ。なんかすごい機械化してる。こうだな。ダメだった。こうだな。あれ当たらない。当たってない。畜生。ナポレオンにまで当たる予定だったな。ダメージボールか。じゃあこのまま突っ込んでいいか。攻撃力アップで、攻撃力アップだけど倒す気がない。さすがにこれで終わるだろう。あれ、あ、当たってない。終わるだろうと思ったらダメージが通ってなかった。さすがにこれで終わらすとこう。ついでにザポでいくも。あれ、終わってない。終わってないだと。さすがにこれで終わりだろう。グッドになっちゃう。くそー、あと2回。あと1回か。あと1回逃げるぞ。トレックショットでビームで倒すんだ。本当だよ。ボスにしか当たってない。そう、倒せ、倒しきれてない。そう、倒しきれてない。とりあえず味方に当たっとかないと。倒した。もうあとは適当でいいな。さて、あとはナポレオンさんの最高火力をぶつけるだけだ。うせえ。とう。超火力だ。味方がポンポン弾かれてる。じゃあ猫さんの猫パンチをやるだけだ。あかんかん。マジで全然効いてない。ちょ、やめてもらえません？ダメージオールあった、よかった。適当でいいや。ガス、ふぅ、またもらえた。もらえたけどあんまりいらないな。ところで進化させたいんだけど。進化じゃない。銀ばっかりじゃないか。さっきのやつだろ。鉄球振り回すのかな。ただと。ギリギリなのか。もうボロボロだよって。
ここには用はない。そんなボロボロの体で戦えると思ってんのか。メンバー集めるのか。まだなんかあるのか。一緒に来てくれんの。一緒に行っていいのかよ。で、これで話をするのか。この間はどう思う。急に仲良くなるの。誰あなた。鼻血が出た。ヒットゼロよ。必要な人間は記憶しないのか。了解。結局鼻血出すんじゃないか。イケメンにな。マジかよ。なんでこんなに急にフレンドリーになってるんだ。工場さん、おつ。勝手に持ってくれるのか。戦ってくれるのか。自分が戦ってくれるのか。水の帝王なのか。そんなこと言うなよ。トップアスリートたちは怒るぞ。確かにトップアスリートたちはちょっと頭おかしい人が多いけど、ダサいのはあなたですけど、頭がやばいのか。この人はやっぱり、この人は何なんだ。何ですごい人なんだ。雑誌見てみるか。そんなことを言ったっての嬉しくないんだからね。公園どこ。公園ってどこ。あ、しかもまた依頼が来てたと思ったら行ってしまった。これ落としたよ。お前ははるちゃんなのか。なんかごめんっていう言葉は嫌いな。なんかってなんだよ。普通にごめんなさいと言えばいいじゃないか。なんかってなんだよ。なんかごめんっていう言葉は大嫌いな。とりあえず謝っとけばいいんでしょうね。はい、なんかごめんねっていう、こういう言い方がイラッとする。黙ってろ。それで同情させるつもりか。そうだよ、そんな話聞きたくないよ。俺は修羅になったんだ。 K が倒れた。追いかけようってどこに行けばいいんだよ。その前に出口が分からんのだよな、これ。迷路かよって。次は何持ってったんだ。
もう渡したじゃないか。もしかしてお金が足りない時に言えばいいっていうやつ。またいる。あれ、着いたぞ。ついてきたんだよ。親父が倒れた。お母さんか。お母さんの回復をするためにモンスターを探してるのか。そんなんでお母さんは嬉しいのか。自分のために周りの人が犠牲になっていいって話か。モンスターで回復させるんだよ。そうだよ。それはないだろう。電話鳴ってる。早く来いって。モンスターに取りつかれたんじゃないか。でそのお母さんの中にオラゴンが探してるモンスターがいるんじゃないか。そんな展開だったりして。どこに行けばいいんだ。公園ってどこだよ。いきなり行けた。何かがいる。すごいゲートが出た。みんな来たぞ。ついに来たか。危険度はやばいレベルか。分散した。取りつかれる、取りつかれる。最強の人たちが取りつかれる。ジュバーン。まずいよ。超気持ちいい。スカートの中丸見えじゃないか。見えなかったけど。誰かかまって。アブアブ言い出すぞ。美しい腹筋アブアブ。すごい踊りしてる。助ける必要などない。心が弱い証拠。なんだ、バトルか。モンスターを召喚。おい、早くしろ。実はそんなのできない。できないんじゃないか。やるぞ。相手3人なのにこっちは4人でやるのか。いつものモンスターじゃないか。もういいよ。今回は水なんだな。事前に水が来るっていうのが分かりたいな。事前に水が来ることが分からないか、メンバーバラバラに入れないといけない。うわー、やめてくれやめてくれ。こいつは大丈夫だけど。倒しきって、倒しきった、よかった。この辺かな。やっぱりダメージはしょぼい。爆発した、よっしゃ。一個無駄に飛んでいったな。またそんなところに。ああ、ミスってる。痛い痛い痛い。毒を吐いた。ピシュピシュ。
またビームを。あかん、当たる、痛い。そこまで痛くないな。あ、ミスった、ミスったというか全然ダメじゃないか。硬いぞこいつ、このカニたち。みんな毒毒になって、毒毒いやー。全然ダメだし、毒めっちゃ効いてる、4000も効いてる。硬いこのカニ、サソリかな、カニかな、この毒野郎。よし、やっと1人倒した。硬すぎるな。飛んでいけ、ここでカン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 、あ、カンカンならなかった。ちょ、当たってくれよ、毒食らう、毒シュー。ダメージ1しか与えてないのか、そういうことか。もういいよ。ああ、しんど。あ、カニいないわ。じゃあ楽勝だ。全然楽勝じゃなかった。ああ、氷が来る。ここで上限運動だけしとってもらおう。あ、離れて、手が、もう手が離れるという、勝手にこれ 3DS の反応がたまに来るんだよ。手に当たるだろ。あと1体適当で行くんだな。そんなことはなかった。風は危ない。さあボスかな。ボスじゃない、まだボスじゃない。なんだこれ、可愛い子が出てきた。当たってない。ガス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 ならない。うわー、いっぱい攻撃される。なんだ、ファイヤーダメージボールが大量に巻かれるのか、やっぱり。大丈夫だった。ダッビーム持ってきた。持ってないぞ、ナポレオンは。持ってなかっただろ。この辺に打てば大丈夫かな。大丈夫、全然大丈夫じゃなかった。ダメージ受けてる。どうしよう。かすかす。倒しきれてない。大丈夫。あ、大丈夫じゃなかった、大丈夫じゃなかった。めっちゃ効いてる。なぜ大丈夫だと思った、バカか俺。何回逃げる気だよお前。ちょっと待って、見えない見えない。ここか、ここだ。本当だよ。ドス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 。
たい。また引いてる。こいつはダメだったな、それ。痛い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 、ちょっとダメージの中入らないで。あれ、ダメージついてた。当たって、よかった。トントン。な、同じところループして、もう余裕でしょ。さあ、また逃げるのかこいつ。どこに打っても一緒だな。人に打って一人でも倒しきったらいいや。もっと全体技が使えるのが欲しいな。言っとくか、当たったやつ全員に雷が落ちるんだったっけ。スカートの中身がボスに当たってない。ボスに当たってない。なあ、アホな。ボスに当たってないのは痛い。刺す刺す。もう倒してくれよ。まだか、まだか。当たれ、倒した。逃げちゃえ。逃げたぞ、やつが逃げたぞ。おえ、攻撃力アップからの。1しか与えないんだな、やっぱり。しかも生きてるよ。さあ、ラスト7ターン。ナポレオンの超火力をぶつけようじゃないか。結構いいかな。2回当たるようにしたら。ドス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 。味方がぶっ飛ばせなくて。モンが出た。あんまり可愛いってことはなかったかな。使わないな。金だ、金が出た。さっきのやつだろ。スーパーレア、なんて名前だ。リリス。あ、それっぽい名前だな。ふう、助けてもらったんだ。お礼しろよ。まだまだだな。ボロボロだけど、みんないいじゃないか。仲間じゃなくて奴隷、子分みたいになってるな。と引きつけるリーダーシップじゃなくて、ただの子分じゃないか。母さんのためか。